はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回も相棒キャラを使ってやっていきたいと思います。でデッキの方は佐藤ひかるくんをお借りしてます。まあ、一応テーブルの方を確認していくと、まあ、基本は同じなんだけれどもちょいちょい違うところがあったりするのかな。まあ、筋力ボーナスになってます。で、固有35がねガチの2世なんですけど、俺パッと見た時なんかガチャの2世に見えて、何ガチャってとか思ったんだけど、ガチの2世でしたね。もう完全に俺ガチャに毒されてんな。で基本は同じになります。評価上げて絆イベント起こして、3回うろついて金徳を取得していくという感じですね。でまた街道高校になりますので、のぼろくんを入れて、あとは一応技術要員として、川瀬ちゃん入れて、で、低め持ってるので立川さんたちですね、入れておいて、一応コンボと変化球のポイント稼ぎとして野球マン1号でいつもの虹谷というところでやっていきたいと思います。じゃあまた練習から。コーチは発生しないんだよね、なんか最初の方。一応やるだけやろう。うん、やっぱ発生しないね。まあ、相棒キャラのいいところはお守りを持っていかなくていいというところなので、その分の枠が1つ使える。まあ、大体カロリーバーとかね、回復系が無難だとは思うんですけど、そうだ、2種類目か、敏捷ポイントくれたってことは葵ちゃん守備だな。ちょ見てみるか。また川瀬ちゃんはメンタルか、タッチかはスタミナ、のごろくんはコントロール、虹谷はいつもと一緒で、葵ちゃんは守備。のごろくんってちなみにコントロールはどうなの？球速は速いけど、メジャーはねそんなに見てないんで、もう細かくは分かんないんですよね。見てみよう、のごろくんの能力を見ればいいんだ。でイベントデッキで見よう。コントロールは C、 あー結構いい方ではあるね。球速が速いとどうしてもなんかコントロールと、あーこれどうしようかな。そう、佐藤ひかるくんは練習後のイベントが起こるとねコツをくれるんですよね。むっちゃんはね回復をしてくれるんですけど、これどうしよう。監督もいてな、虹谷もいてな、のごろくんのコツだ。ただコツをくれるかって言われると微妙なんだよね。まあひかるくんやっておきますか。今回はまたひかるくんピックアップなんで、クロスファイヤー、そう、ここでコツをくれると。でただねどうしてもサクチャレをやるっていうことを考えると、コツをくれるキャラより回復をしてくれるキャラの方がいいと思うんですよね。正直コツは必要ないんで、ほい。あとはちょっと3回練習とかも意識しつつ、まあ、体力ねえから回復して全然いいよね。これ早めにね怒ってくれれば、虹谷いコントロール、まあ、正直に虹谷はコツであればとりあえずどれでもいい。で敏捷ポイントはさっき葵ちゃんからもらったから、あとはポイントさえあればキレは取れるね。キレは取れるんだけど、取れるんだけど、まあやっとこう。ここだな、ひかるくんの前に葵ちゃん安全圏。まあ、だから最悪骸骨がなかったとしても、もしかしたらひかるくんから骸骨をもらえるかもしれないっていうのがありますね。2世の才覚、速球対抗心、普通にコツもくれるな。量的にちょっとメンタルにしよう。ブレイクスルーゲージ的によし、体力がどんどん減っていくけど、もうしょうがないよそれは。またメンタルかな、寝るのはもったいないよね。ブレイクスルーはちょっと打てそうだったら打っちゃおう。早いな、よく怒るな、手応えで来てるね。まあ、ワンタック、あ立川がいけるなこれ、打っちゃおう。ブレイクスルー、
これでダブルタックだね。 OK。 葵ちゃんがいるとね、まあ、葵ちゃんって正確には野球マン1号だけど、変化球ポイントはねガチで稼げるよね。これ回復してえな。どうなったか調べる。よし、これでまた練習ができる。そして光くんがいるな。やろう。やって3回練習に備えるんだけど、ちょっと変化球をもらっておきますかと。ここにしとこう。ほい。で、最後カロリーバーを使っちゃおう。もう一回。あ、また安全圏2になったら取っていきますか。で、ここは驚異の切れ味じゃなくて重い球、ない、超重い球、怪物球威。あー、二次体のコツか。悪くないけど、ちょっと3回目だからな。1回カロリーバーを使う。で、3回目の練習をして、逆襲の市原。これ絶対逆襲の市原が来んの毎回そうなんだけど。で、しかも勝つとさ、復活。今のところは絶対くれる。何今のストライクじゃないのか。俺的にはギリギリのとこにストライクを投げ込んだつもりなんだけど。高め振ってくれ。よし、復活入る。あー、入るね。あ、ちょっと待って、おいサボり癖。いや、これやりてえな。緩急はまとっておくか。キレも忘れないうちに取っとこう。ほいほいっと。うわー、サボりやがった。ダメだ、もう直そう。絆が発生した。引き受ける。ドゥドゥディンってドゥドゥディンって音なんだよね。一応ちょっとゲッ、虹谷欲しい。よし、サボらなかった。よし、コツ、コントロール、まあ、最低限の3はつかめたな。ちょっと待って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 、たまるね、たまるね。やろう、光くん、ありがとう。奪三も取って、玉持ち結構重いからね。ブレイクスルー、微妙だな。無理だよ、これお出かけはしたくないよ。お出かけはしたくないよ。やっちゃおう、ブレイクスルー使ってお出かけしよう。まあ、変化球だな。あとは川瀬ちゃんからコツが欲しい。変化球にいるけど、ちょっとこれは無理。あ、通院だな。一発で直れ、攻めて。よし、この根性なしが。お疲れ。どうだ。おお、オッケー。重い球はね、コツ1で全然取っていいものなので、怪物球自体も掴んじゃいましょう。ほい。さて、そっからまた練習。コーチがいるな。光くんはもうエールが結べれば大丈夫だよね。コーチの回復狙い、ありがとうございます。これ発生するとね、3回やりやすいんだよね。で、立川は走ろう。走って怪我しにくさを取って、丸を掴んで、葵ちゃんのイベントで怪我しにくさ20丸にしよう。ちょ、待って、あれ、なんか練習してポイント手に入ってなくね。え、そういうもんなの。そういうイベントだったっけ。まあ、よくわかんないけど、いいや。ダッサン、まあ、最悪5でいいんだよね。結構重いからね。技術でもどうだろう。いや、取っちゃおう。黒ファイはやっぱ2欲しいよな。安全圏2でいいでしょ。バント封じは1でいい。
こんなものかな。例によってちょっとまた精神ポイントが足りなくなりそうだ。監督許可低っしょうがない、これはもうダブルタックだから。ここに監督は低すぎるな。さすがゲ追加が起きなかった。矢部君ここはねもう健康でいいと思うんだよ。彼女と過ごすわけじゃないので。でこれはこれで別なんで今日ですね。ってタイピンやった、ありがたい。虹谷がいるけどちょっと変化球を見てやろう。で次が3回あそうだ、あと怪我しにくさか言ってたけど忘れてしまった。怪我怪我怪我、野手の方だよね。73使うのか1だと、まあいいやもらっとこう。虹谷か、光くんがいるね、悪くないね。でもまあ監督評価上げとくか。著しく低いから監督評価、投手も5でいいやん。やる、変化球ポイントか。俺としては精神ポイントが欲しい。でちょっと待ってね、今1月の3週でしょ。で1月の3週でブレイクスルー使って練習して合宿までにうろつきまくるか。でうろつきを終わらせちゃおう。ヒカル君精神ポイント稼げるね。タッチカーのコツもあるし、こんにちは。練習会火消し、これどうしよう。これ打たれ強さ、バレンタインはもらえないからね。あそうか、これ臨床ポイントもらえるんだよね。何気にねいいイベントではあると思う。葵ちゃん単独で60にくれるからな、すげえよな。やっぱりどうしよう、葵ちゃんがいるからちょっと対抗して進化を覚えよう。で遊ぶ、光くんイベントが分かんねえな。濃厚がどうちゃらこうちゃらって、アウトロー球威もくれるのか。コツだね、めちゃくちゃコツをくれるね光くんは。で回復はしてない、回復はしないね、回復はしない系のキャラ。マジでコツキャラなのか。あマジでコツキャラだな、玉ポンチくれた。てかさ合宿前にさガチで体力がなくなりそうなんだけど。ありがとう、誰もいなかった。ちょっと待って、もうとりあえず遊びまくる。なんだかよくわかんないけど、あ最後は体力回復した。おお要所もくれて意気揚々で、ここで寝よう。全然練習してなかったな。低めが欲しい、ちょっと一回精神練習を挟まないと厳しそうだな。スタミナ、あ市原まだか。でも監督さん評価がガチで低いからな。これは成功するとダメだった成功どうのこうのっていう話じゃない。メンタル一回やるか。あこれ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 はいい、よしこれでずっと練習ができる。ヒカルくん眉村、眉村とのタッグだけど技術は稼げるね。なんかさどうなんだ今の技術ポイント的に。最悪精密機械直取りしてもいい気がしてきたな。おー悪くないね、ヒカルくんが絡んでる。合宿終わったらちょっと監督3回くらい追うわ。まずいよこれは、本当にまずい。いない、監督がいない。
ちょっとここはダブルタックとかになってないんで、ブレイクするゲージは置いておく。でコーチ練習して回復してもらう。でまた練習できる。普通のおにぎり。でも4月でしょ。だってここ行きて、低め欲しい、低め欲しいけど、これヒカルくん絡んでるね。いねえじゃねえかそもそも。じゃあ根性ってさっきなんかヒカルくんがくれたよね。いやでも精神ポイント的にはな、ちょっと D にして、スタミナも D にしておこう。精神ポイント的に復活とか取らなきゃいけないから余ってるわけじゃないんだよね。114か。闘志も75使うかな。ここら辺ちょっと5でいきたいんだよね。ヒカルくん絡み、ヒカルくん絡みではあるんだけど、虹谷か。コントロールを5にしておくっていうのもすげえありだけどな。悩むねこれは。ちょっといや回復しよう。回復しつつちょっとコツをもらう。でブレイクが最大値。内角、ここはちょっと無理や、ストレートで発動。これは発動させるしかない。監督がいるけどさすがにもったいない。やべえな監督評価。投手討論、打たれ強さ、打たれ強さ、マコディア、スカウトさん、コーチ、監督、もうちょっと監督、今は監督追加。よし、とりあえず上がった。監督、よし、のごろくんのコツもある。そして本当にコツをくれた。え、監督の追加が起こらないっていう。もかかんゲットして、メンタルやろう。これでようやく100だからね。監督許可、監督、監督、監督いねえ。 10% か。今どんくらいゲージ、うわもうちょっとメンタルで。これは別に監督の評価とか関係ない感じ。もうこれは試合に出るしかない、リリーフで。あ、でも試合にリリーフで出れば大丈夫か。10?15 くらい上がるんだっけ。進化、立川がいるから高速シュート対抗しよう。で球速遅すぎる。144。やはりコントロールコツがもう一個欲しい。試合前くらいに監督評価を100に上げておくと。出てなくね、出た俺。これ出ない時があるからね、マジで。リリーフとか、あ出た、危ねえ、やることなく終わった。さてブレイクスルーが打てますねと。ここはお一人、じゃあ取っておくか。116、あと4回練習すればまあなんとかはなる。ちょっと体力の問題もあるし、メンタルやるか。もう1回くらいあれやりたいね。3回練習を。コツ虹谷、ちょっとコツ虹谷だな。奪三振をもらっておくか。打たれ強さ、そうだよな、立川がいるからな。4から5っていうのはさすがにもったいないからね。あれ俺取ったっけ、あれ奪三振ってどこにあるんだ。あ、取ってあるわ。じゃあ普通に行きましょう。次で溜まっちゃう。あ、まだ OK。 ただ練習 OK。 目指せ街道のエース。待て、変化球、ここは微妙だな、微妙だな。次、いや、もういいや、スタミナ。これで結局練習できないから、ブレイクスルーを使って3回練習をする。
そういえばさ、あのマリンボールの方じゃなくて追加されたイベントがあれ回復したわ体力。あーこれはえでもさ、あそっか今発動してんのか、発動してるから、いやこれはやるっしょ、これでしょさすがにこれはこれでしょ。上げられるかな、シュート上げられるわ。まあ もったいないっていうか、これをやらない方がもったいないよね。でコーチが回復してくれれば最強、特性なら最強、普通か、まあいい。あでメンタルが来てるから、ちょっとメンタルで回復をして、でこっからじゃもう一回ちょっと体力低いけど、体力低いけどちょっと待って、内角、内角掴んで手応えもちょっともらっておこう、意気揚々ももらっておこう。で内角、ここら辺なちょっともうちょっと欲しいな。で復活は取れるときにちょっと取っちゃう。対強打者立川がな、対強打者くれてないからな、やっぱ精神だね足りんわ。ほいよし、低めはゲット、これでスタミナ、スタミナだな、技術は結構あるからね。よしここでスタミナ3回やろう、できればだけど。で変化球は高速シュートを5にして、であと変化球ポイントが溜まってきたら第2変化球とか特殊能力の変化球に振っていきますか。で今圧倒的に精神が足りない、スタミナにもう精神を使ってらんないからな。いいね、ドクター K。 精神ポイントちょっとくれた、ここはサクッといこう、さすがにいけるでしょカイドウなら。あ待ってブレイクスルーゲージをまた甲子園で使わなきゃいけないんだ、これだと無理だな。一回寝ちゃうじゃあ。お待たせ、2週3週4週の3回か、球速150まで持ってきてえな。OK 藤村君誰か知らんけど、やっぱねトシ君がキャッチャーっていうのがね最強だよね本当に。全然スタミナ減ってねえもん。鉄腕すぎでしょこいつ。かすっ。さて9回ラスト。でもまあよくこいつはも打ってるよな。野球選手から見ればこの能力相当強いでしょ。ラズベリー君たちは頑張ったよ。あと3回練習してたまりきれないかな。あこれやりてえよな。ちょっと変幻自在まず取るでしょ。で精密機械はもう取るでしょ。でスタミナは C でしょ。練習するでしょ。大丈夫だ。ちょっとマックスまで溜め込めば多分大丈夫。7とか。よし根性。おいいねいいねいいね。野球が上手くなりたいとかでもなんかいい気がするんだけどな。まあまあまあ無難にいきますか。怪我しにくさ20丸、これ20丸になるっていうところがすごいよね。で守備めちゃくちゃ稼げるけどやっぱスタミナだな。でメンタルやって甲子園でブレイクするかければ OK。 ほい4上がった、やった。これのごろうくんとの勝負か、勝て。おいいねこれでね
対強打者が取れるんで、勇猛果敢の骸骨もまあまあまあ OK と。ちょっと勝っていこう。ここはさすがに勝ちたい。あとはスタミナは A まで持ってったからコントロールだね。やっぱりちょっと精神に悩まされるな。お待たせいたしました。今回ゲー手入れられてるし、川瀬ちゃんが精神に来て結構働いてくれたからよかったけど、クサンお前大活躍だな今日。やる気も上々。ちょっとだけ早かった。第3球を投げた、外れたボール。タイピン三角だからね。投げた、打ちました、痛烈。それを完全に物語っている。またか。ランナー一塁二塁という場面で小原、今日はセカンドゴロ。ファーストの癖の弱いなこいつ。打ちました、これはいい当たり。打球はそのまま伸びていく。小原いいバッティングを見せました。初安打、見送ってボール。第2球さよなら。もう大丈夫でしょ。あ、さっきさヒット1本でさ1点だったってことはホームラン打たれたのかな。それはしょうがないね。で一応変化球見て、まあいいや、メンタルにして。で甲子園に着いたんで、コツを見つつ本当はメンタルも悪くない。これ誰、磯田くんとかいうやつか。いやちょっとここは虹谷だな。ブレイクスルー次で満タンになるけど、コツを優先させよう。よし、ポンコツ5で、でサクッといくか。ここは C、球速が意外にない。144か、150まで乗っけてーな。変化球ポイントが割とあるのか。まあもう555にはなってるからね。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で両投見送ってボール。第3球、3球目空振り、追い込んでいます。両門は投げました。9番バッターか。てか両門が知らないんだけどさ、見逃し三振。何のキャラこれ。ノーアウト最悪だ。ノーアウトランナー一塁三塁。周遊はさ、キャー周遊に打たれた。ひでえ。これはね、テーフも知らない。二球目ストライク。投げました。ボール。投球これから4球目。打った。二塁ランナー三塁へ向かう。こいつは能力的には本当強いか。打ちました。レフト前進。ヒット。レフトバックホーム。テーフナイスバッティングです。街道。これは両方。投げました、打ちました、ファーストゴロゲッツーになるか。ゲッさらに1点追加、3対0。点を取られまくってる。アウト、これはインフィールドフライ。これでワンアウト、ランナーは1塁2塁変わりません。これだからね、サクッとは怖いんだよ。第3球を結局俺が点を取られちゃうっていう。今のもセーフかよ、早すぎだろ。バッターの間に江本、ピンチの場面でどういう投球をしてくる。2塁はセーフ、ランナーを進められてしまいました。ファール、投げました、打った。こいつらもうしつこすぎる。投げた、危ない球。第6球を投げた。よし、頼む。もうスタミナ半分減ってるよ。全然手を入れてくれない。追加点のピンチを迎えました。こいつさ、ポテンがすげえ嫌なんだけど。郊外いいバッティングを見せました。街道、なおもピンチが続きます。第3球、まっすぐに送ってストライク。顔の前通過させよこの野郎。追い込んでいます。次は5球目、投げた。オッケー、ビビったな。顔の前を通過させたことによって、やった、3点入れてくれた、5点入れてくれた。ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー2塁という場面で、さっきの顔の前通過が良かったな。第3球は相手をビビらすことができた。ゲッ、ゲッ、菅原ナイスバッティングです。街道の二遊間ってすればどうなってんの。投げた、落とした、空振り。これで追い込みました。暁台の二遊間はかなり信頼できるけど、街道の二遊間ちょっと不安があるかもしれないな。よし、一応最後まで投げ切った。最後まで投げ切っての3失点だったら、まあそれなりだよね。そう、それなりに入るんだよ、なんだかんだで。で、ここはもうやるしかない。ヒカルくんがいるね。80。
根性は4になってるんだよね。根性は4で取ろう。で、本当はコントロールやりたいけどな。でも球速もなんだかんだ不足してるからね。メンタルはさすがにないな。ここだな。5、オッケーオッケーオッケー。よし、精神33、ブレイクスルー、ジャストフィットからのサクト。ここも怖えんだよな。友沢とかがマジやだ。で、少し見ていこう。ジャストフィットは直撮りするしかないか。取っちゃおう。やっぱ111っていうのがすげえな。有毛果敢、あれ有毛果敢ってなんか最後、あ、勝ち運取っとこう。ドクター系玉持ちも2までせっかく掴んだからな。打球反応ね、一応なんか敏捷をなんとなく残しとこう。タイピンは1欲しい。とりあえず塁に出られた時怖いから。で、球速を148か。まあいいや、これでいこう。カロリーバーって1個余ってたよね。まだ食って最後練習できっかな。もういきなりかよ。北海道先制のピンチです。1番バッター打たれたのかな。左線、あーっとショートラインになった。ファルボー、見送ってポール、投げました。よし、さすがタイピンの力が働いてるな。小豪傑、小豪傑投げました。変化球ストライク、ナイツいたね。そういえば忘れた、いいやつ感もしてんだよ、ね、出たー友沢。マジやだ。初球ストライクから第2球、持ってきた。これで追い込みました。投げました。力んでるな。っけー、危ねー。アウト。よし、1点取ってくれた。同点のピンチを迎えました。西田君ミートシーあるのか。西田、ネクストバッターサークルには勝田。ストライク、村本厳しい球投げた、流し打ち、どうだ。オッケー、薬師寺打たせて取る。ランナー1人を置いて迎えるバッター、超際どいとこ。高めボール球、オッケー、アウト。毎回ランナーランナー一塁、初球からこれは大丈夫、取れるよね。よし、これで2アウト。出たー。ランナーは一塁三塁、変わりません。初球空振り、変化球に切れがあります。投げた、ボール、第3球を投げた、決まった、ストライク。一球外して、高め、直球を外して落とす。何、うまっ、うまいね、今のはうまい。打ち方がうまかったもんだって。投げた、打ちました。こうなんか体をなんていうの、軸をずらすっていうのよくわかんないけど、そんな打ち方してたよ。ボールに食らいついていく。さすがアベレージヒッターの打ち方。え、ちょっと待って、え、ヒットなの今の。あ、しょうがない、そういうことにしておいてやろう。おお、刺したね、さすが都市。本当に君がキャッチャーでよかったと思ってる。いやー、危ねえ。これ何、ノーアウトとかさ、ほんとやめてほしいんだけど。こいつを打ち取らなければ話にならん。まあ、打ち取って三振に仕留めないと。これは大丈夫で、友沢よ、どうする。最近ケインっていうのもありなんだけどな。膝元厳しいところ、もう第3球を投げました、打ちました。モテモテのファースト。おお、今度はアウトにした。ここ威圧感多いな。なんとか抑えた。ヒット7本も打たれてんのかよ。毎回ヒット打たれてるからね。あぶね、ギリギリ勝ったな。そういえば点も入れてなかったんだ。蛇島は蛇島で強いからね。もう最後カロリーバー食おう。さて、練習ができる。変化球、野五郎くん、メンタルは人だ。あれ今おまけ組だった、タッグ組めたの。いや、もうこれはサクッと打ってこう。ちょっと球速は取っておいて、コントロールじゃ B にしよう。で、あとはちょっとエピログポイントとかと相談しつつ最後調整していきますか。ジャストフィットで技術取られるかな。やっぱり点を取られる。
街道、ここはなんとか落ちたい。ジムラ君はつなげていきますか。流し打ち、打球はライト右へ。よし、1点返して。ワンアウトランナー2塁という場面で江本。ボール。第2球投げた。ほい。やったー。なんとか打てた。食いつくか。トラックが続いています。初球を打ちました。ヒット。街道追いつきました。そして矢部バッターは2番矢部。今日はレフトフライト。いっぱいね、繋げていく。初球引っ張った。レフト前ヒット。ランナー2塁でストップ。街道勝ち越し。草野、草野はなぜか強振でいく。投げた。ほい。初球打ち引っ張った。カードか。ストップに入りました。ファール。投げた。打ちました。ムービングを駆使してくるね。アロと今のちょっと分かんなかった、分かんなかったから振っちゃった。そして投資、これはちゃんと見よう。第2球打つ。うわー、でも取ってみせらならない。こんだけ入れときゃいいでしょう。やべ、お前ももう一本打ってけ。大丈夫だ。初球を打った。取りました。ダメだった。それぞれ自分の塁に戻ります。第9投げた。決まってストライク。全然違った。第2球投げました。絶対痛烈な当たり。ワンバウンドヒットで投げた。草野も何だかんだで悪くないからね。バッターは4番佐藤。さあここは勝負するか、それとも満塁策を取るか。アーチスト投げました。打ちました。前進守備、セカンド正面、アウト。草野があんまり、草野じゃねえ、トシ君があんまり活躍できてない。初球から打ってた。取ってこれで3アウト。チェン、ゲッ。初戦点を入れられるのか。そして最後、最後に打てば問題ない。勝てばいいんだ試合なんて。投球はこれから3球目。外れた。ボール。第4球を投げました。しっかり見ていこう。これはでも満塁にされるかな。次は5球目。いや、勝負してきた。切れていきます。ファール。ランナー一斉にスタートします。どうよ。打った。強い当たり。さよなら。さよならホームラン。満員の甲子園球場が揺れています。スタンドへ突き刺さった。いやー、これは嬉しいね。トシ君もノゴロウが出てきてねえし真っ先に駆けつけろやこんな一般人、一般人が中心にいるなんて。自責点5だったとか。いや、のごろくんさ、すげえ偉そうに言ってるけどさ、全部トシ君のおかげだからな。ここってなんでさ、監督が一言さ添えてくんないの。どっか行っちゃった。対強打者くれるんだ、そういえば。まあ、8500、まあ、ポイント的にはそんなもんだけど、あとコツをどう生かすかというところだね。ほい、取っといてよかった。で、あとコツ1組がすげえいっぱいあるから、まあ、ジャストフィット取ってたんだっけ。アウトロー9位で、速球対抗心、火消しなんているかで、球速はもうこれ以上上げられないね。要所は締めよう。緊急登板もいらない。黒ファイブはまあせっかくだから取っとくでしょ。変化球ポイントが余ってんね。じゃあどうする。シュート、と打球反応もじゃあ敏捷はこれで使っちゃって、投手も取っておこう。リリースは直撮りして、火消し取っとく。せっかく取れるから。球速上げられる、上げられる。149、150にしたかったな。打たれ強さで、あと上げられるもんない。弾道も上げられねえしな。パワフルにしとくか。30いかない。まあいいや、という感じですね。まあヒカル君はね、コツをいっぱいくれるので、まあ、それをどう活かせるかというところですね。まあ、サクチャレに関してはむっちゃんを使った方が多分点数的な、ね、話になるんで、練習回数が増えるんで、
まあ、伸びると思いますので、まあ、一応役に立つかどうかは、まあ、別として、ちょっと助っ人はサクチャレ中は、PSR のむっちゃんを、やろうと思いますので、まあ、使いたい方がいらっしゃったらぜひ使ってください。まあ、そんな感じで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。